桃色クローバー入場です。路上ライブ、そしてビラ配りから始まって、たくさんの人たちに声をかけながら少しずつ成長していったんですけど、今こんなにたくさんの皆さんやファンの皆さんの前でこんなに素敵なステージに立っていることがすごく幸せです。ありがとうございます。今回桃色クローバーがメジャー契約するのはこちらでございます。この業界の中でも U と言っていいと思います。ユニバーサルミュージックさんでございます。今年はぜひこの、桃色クローバーをですね、日本のスーパーアイドルグループに育てたいと思いまして、ぜひ、契約させていただきたいということで、オファーをしたのがスタートです。身長マイナス100、これに 0.8 をかけた値がアイドルとして契約できる規定の体重となっております。行かなきゃこうユニバーサル J さんと契約ができないということで、トップバッターでまさかの脱落みたいなことにならないように頑張りたいと思います。サロタ 45.6kg です。33kg です。33kg、 見事クリアです。見事クリア、見事クリア。46.8kg。 46.8? いやいや、メジャーデビューの夢は仮契約であれば、条件付きの仮契約であればいいということでございます。本人頑張る所存でございますので、皆さんそのあたりもしっかりと応援してあげていただきたいと思います。私のコンセプトっていうのは怪盗っていうので、あの歌詞にもあるんですけど、あなたのそのハートをいただきますっていうのがあるので、ファンの方たちのハートをいっぱい盗んで、もっともっとたくさんの方たちに私たちのことを知ってもらって、たくさんの方に幸せを届けられるように頑張りたいです。私たちの目標は2010年の紅白出場です。絶対叶えたいです。Don't stop, don't stop.